エミール・ジャン・オーラース・ベルネは、フランスの画家である。戦争画、肖像画、動物画、アラブの情景を描いた作品で知られている。画家、カルル・ベルネの息子として、パリに生まれる。カルル・ベルネは、風景画家のクロード・ジョセフ・ベルネの息子である。父親の元で絵画を学ぶが、古典主義ではなくもっと近代的な主題を取り上げようと、考えるようになる。 そのためにフランスの兵士たちを描くようになる。フランス復興王政時代にオルレアン公から依頼された戦闘場面を描いた絵画で頭角を表すようになる。批評家たちはベルネの描くスピードに驚嘆する。初期の作品にはバルミーの戦いやモンミライへの戦いを描いたものがある。長いキャリアの中でベルネは重要な依頼をいくつも受けている。フランス王、ルイ・フィリップは ベルネの重要なパトロンの一人であった。7月王政の後はナポレオン三世という新しいパトロンを得、ベルサイユのフランス歴史美術館のための公式の注文を多数受ける。ベルネはフランス第二帝政時代も引き続き英雄的なフランス軍を描いたが、その姿は以前と変わらず身近で現実的なものであった。クリミア戦争時にはフランス軍について行き、 アルマの戦い等を描く。シャルル・ボードレールは、オランス・ベルネは、絵を描く軍人である。彼は、芸術家とは、正反対の存在であると書いている。1829年から1834年、ザイローマ・フランスアカデミーの校長を務めた。ベルネの娘は、ポール・ドラ・ローシュの妻となった。ベルネは1863年に、 パリの自宅で死去した。アーサー・コナンドイルのシャーロック・ホームズシリーズの中のギリシャ語通訳で、ホームズは自身の祖母がベルネの姉妹であったと語り、ベルネと血縁関係があると主張している。ありがとうございます。